ここは科学技術が発達している国のようだね。警備用、清掃用、街のあちこちにロボットがいる。さて、まずは今日泊まるところを見つけなきゃ。手っ取り早くそこにいる住人に聞いてみよう。あの、すみません、旅のものですが、この辺りに。あ、仕事、仕事よ、私に仕事をちょうだい。僕はただの旅人です。仕事は提供できませんが、どこか宿を知りませんか？旅人？そう、あなた遠いところから来たのね。あ、そうだわ、ガイド、私がガイドをしてあげる。安くするわよ。さあ行きましょう。3日間滞在できる場所を聞きたいだけです。自分で回るのでガイドは必要ないです。ちっ、何なのよ。聞きたいだけならそこら辺のクソロボットたちに聞けばいいじゃない。私は仕事探しで忙しいのよ。仕事の依頼じゃないなら話しかけないで。言ってしまった。仕方ない、そこにいるロボットに話しかけよう。すみません、この辺にどこか泊まれるところがあったら教えてほしいんだけど。身元確認、スキャニング開始。全身スキャニング完了。住民データベースに該当なし。未登録、武器を確認。我が国の国民ではなく銃を持っています。違法な武器の所有及び不法滞在の疑い、逮捕します、逮捕します。目標追跡中、目標追跡中。くそ、まだ追ってきやがる。学園都市の警備ロボットしつこすぎんだろ。つうか警備ロボットは監視役じゃなかったのかよ。いつからあんな武器まで持ってんだ。で、なんだあの暴走バイクとロボットの群れ、こっちに来る。速度超過、速度超過。危険運転とみなし逮捕します、逮捕します。気持ちよく走っていただけなんだ。ちょっとだけ見逃してくれ。警告効果なし、発砲準備。やべえ、後ろも前も囲まれた。くそ、突破するしかねえな。そこだ。やっと抜け出したか。おい、あんた怪我はしてねえか。やっぱりおまわりさんは恐ろしい。帰ろう。おい、あ、行っちまった。はぁ、今日はやたら変なやつ似合うな。つうか、めちゃくちゃに走ったらわけわかんねえとこに出ちまった。腹減った。ここどこだよ。あぁ、もう、不幸だ。ねえ、さっきから警備ロボットが私たちの後をつけてきてる気がするの。突然何をおっしゃるかと思ったら、警備ロボットが？見たところ特に変わった様子はありませんけど。私自意識過剰なのかな。もしや、おたか？どこのどいつですの？この白い黒子、お姉様の露払いとして見過ごせませんの？とにかくどこぞの輩が狙っているかわかりませんから、今夜はお姉様のベッドで一緒に添い寝して差し上げますわ。なんたね。姫、あれは警備ロボットが人を襲ってる。一体どういうことですの。とにかく人を傷つけるなんてジャッジメントとして見過ごせませんの。クロコ、止めるわよ。ああ、
もうお姉さまはおとなしくなさってって、もうお待ちくださいまし。あんたの相手、各上から。今度こそ時間が経つのを忘れちゃいますね。あんたの相手、うっせいっけあたしの勝ち。人間殺す、人間死ね、いねこつ。てっきり故障かと思いましたけれど、この様子だとそうではないみたいですわね。まるで何かに操られているような。ウイハル、そこに倒れているロボットをちょっと調べてみてくださる？はい、試してみます。これはロボットの AI プログラムが改ざんされています。誰かがロボットに破壊命令を出したようです。破壊命令？一体誰の仕業ですの？ジャッジメントとして許せませんの。ウィハル、これは緊急事態ですわ。一刻も早く破壊命令の出所を調べますわよ。はい。あたしとやり合って勝てると思ってんの？行くぞ、デスバイバラージング、デスバイピアーシング。遅いですの。ジャッジメントですの。今ですわ。私に任せてください。おげば近いですの。あたしても超天才。あたしも近い。行くぞ。あんたの相手、やっと急げ。遊んでるのか。俺が終わらせる。行くぞ。くらえ。呼べ。やっはぁ。もう逃げ場はありませんわよ。待ちませんの。
成長するのはこれからのつもりだよ。いろいろと。今だ。デスバイバラージング。デスバイフュージング。もらった。ジャッジメントですの。本気を出させていただきますわ。終わりです。
きました。フライナサイド行くぞ。デスバイバラージング、デスバイフューシング、ジャッジメントです。のっといてっす。あたしでも超天才。いけるわ。シンマディスペクション。手をする。雪、あんたの相手逃げた。私の全力だ。さて、食らいますよ。これならどうよ。ジャッジメントですの。今度こそ時間が経つのを忘れちゃうわね。私でも超天才。いけるわ。シンマディフェクション。私でも超天才。勝利などたやすく。見せてあげますわ。